フィファ・コンフェデレーションズ・カップは1992年にサウジアラビアが開始し1997年第3回大会から国際サッカー連盟が主催し各大陸の王者によって争われたナショナルチームによるサッカーの国際大会である各大陸の代表はそれぞれの大陸連盟が主催する大陸選手権大会で決まる日本国内ではコンフェデやコンフェデハイなどと略される 2017年大会をもって廃止され、代替大会としてフ、FIFA フクラブワールドカップを2021年より4年に一度、開催する予定である。1992年に、当時アジアカップのタイトルを保持していたサウジアラビアと、他の大陸王者とを戦わせるという目的で、始められた。参加したのは開催国で、アジア王者のサウジアラビア、南米王者のアルゼンチン、北。 中米カリブ海王者のアメリカ合衆国、アフリカ王者のコートジボワールだった。この頃はフィ f ファが主催する大会ではなく、サウジアラビアが開催国として大会を運営しており、大会名もキングファハドカップという名前だった。1995年に第2回大会が行われ、この時1992年のアジアカップを制した日本と欧州からデンマークが参加する。 1997年に第3回大会が行われ、この時、オセアニア王者のオーストラリアも参加し、すべての大陸王者が参加する大会になった。また、大会の管轄が FIFA フフに移り、大会名称も現在の FIFA Confederations Cup に変わった。1999年に第4回大会が行われ、開催地がメキシコとなり、初めて、 サウジアラビア以外の国で開催された。2001年には、翌年の FIFA フフワールドカップ日韓大会のプレ公式大会として、第5回大会が日本と韓国で共同開催された。なお、これ以前のワールドカップのプレ大会は、開催国が独自にプレ親前大会を行っていた。2003年は前回優勝国であるフランスで開催された。しかし、 ほぼ中1日間隔という強行日程が問題に2005年は FIFA ワールドカップドイツ大会のプレ公式大会としてドイツで開催されたこの大会で FIFA ワールドカップのプレ公式大会として正式に定義され以降翌年開催されるワールドカップ本大会の開催国で開催されている2018年 フィファのジャンニインファンティの会長が各大陸の連盟に送った書簡によると第10回大会のフィファ・コンフェデレーションズカップ2017を最後に廃止されることになった理由はファンやスポンサーから支持が得られなかったためとみられている代替大,大会としてフィファ・クラブワールドカップを前述の通り2021年から4年に一度の開催都市コンフェデレーションズカップと同様に フィファワールドカップのプレ公式大会としてワールドカップ開催国で前年の6月頃に18日間の日程で行われる予定である。キングハハドカップがコンフェデレーションズカップとしてフィファに管轄が移ってから、本大会は2年に一度世界の勢力図を図るためのもう一つの世界一決定戦として一旦は位置づけられた。しかし、 決勝まで進出するチームはわずか10日から12日の中で5試合を行い、試合間隔は基本的に中1日という A 代表によって争われる国際大会としては異例の過密日程や当時は国際 A マッチデーが定められておらず、大会の開催期間が欧州のリーグ戦日程と重なるということもあり、出場国のモチベーションが高くなく、 一流選手が出場を見送ることも状態化するなど、およそ価値の高い大会とは見られていなかった。2003年の第6回フランス大会では、この超過密日程の影響が最悪の形で、現れた。6月26日に行われた、準決勝カメルーン対コロンビア戦の試合中に、カメルーン代表のマルク・ビビアン・フォエが試合中に、ピッチ上で倒れ、そのまま亡くなる事件が発生した。 その後の3位決定戦、決勝戦では試合前に黙祷が捧げられ、選手全員が無償をつけて、試合に臨むという追悼ムードに包まれたままの大会閉幕になった。この一件により、サッカーにおける過密日程どころか大会の廃止までもが議論の焦点となった。そこで、フィ f a は第8回南アフリカ大会からは、大会の感覚を、 従来の2年に一度から4年に一度に変え、開催地を翌年開かれる FIFA ワールドカップ本大会の開催国とした。この決定によって、コンフェデレーションズカップは FIFA ワールドカップのプレ公式大会として、サッカー界のカレンダーに明確に再定義されることとなった。また、試合間隔も2005年の第7回ドイツ大会からは中2日に改められた。大会の価値を 少しでも高めようと、フィファは、比較的高い賞金を支払っており、2009年の、第8回南アフリカ大会の賞金総額は1760万ドルで、優勝賞金は375万ドル、2位は325万ドル、3位275万ドル、4位225万ドル、残りの4チームにも140万ドルが支払われた。第9回ブラジル大会では、 賞金として、優勝が410万ドル、2位は360万ドル、3位300万ドル、4位250万ドル、残りの4チームには140万ドル、賞金総額2000万ドルを支払う。決勝トーナメント進出国の賞金を上げ、賞金総額は南アフリカ大会よりも14%アップした。基本的に上記録大会の優勝国に、 開催国と招待国を加えた8カ国で行われる。招待国は、直近の FIFA フフワールドカップ優勝国や、上位進出国、前回大会の優勝国、上記録大会の上位進出国など様々である。6大会の優勝国、開催国、招待国などが重複した場合は、複数の国が招待される。1997年大会以降は、出場チームは8チームとなっており、 以下の方式で実施される。それ以前の大会については、各大会記事を参照。グループリーグ参加8カ国を A と B の2つのグループに分け、総当たり1回戦のリーグ戦を実施する。決勝トーナメント準決勝は、A 組1位と B 組2位 A 組2位と B 組1位が、それぞれ対戦。準決勝の敗者で3位決定戦を、勝者で決勝戦を行う。ありがとうございます。